キラリちゃん、キラリちゃん、ねえ、何してるの？あつまい。一緒にいるんだからお話ししてよ。え、お話ってなんだよ、桃太郎かよ。せっかくうち遊びに来たんだからさ、お話ししようよ。確かにキラリがなんか寂しいとかなんかそんな感じのニュアンスの LINE 送ったけど、でも家来いとか言ってないし。かわいい、キラリちゃんかわいい。すんきも明日さ、日曜日だから映画行く？ネットフリでいいじゃん。せっかくだからデートしようよ、デート。え、デートとかまず何？主語なんだけど、聞いたことないんだけど。うちらの世代でデートしようとか。え、キラリは20歳じゃん。ねえ、トモヤは37じゃん。わかる？このジェネレーションギャップ。ジェネレーションやばいよ、まずで。ジェネレーションギャップ、だってキラリが生まれた時にトモヤ17歳だよ。やばいです、普通に。関係ないでしょ、年の差。え、赤ちゃんと付き合ってんだよ。そう言うと、まあそうだけど。明日レストラン行こう。景色がいいところ知ってるから。ズズーかよ、別に普通マックでいいわ。夜景が見えるレストラン知ってるからさ。ねえ、トレンディドラマの世界観とはそれ。そんなことないって。いねえから、そんなところで飯食ってるやつ。予約してくれたの？これから？予約した。まあ、じゃあ言ってもいいけど。ほんと？え、でもキラリ浮くからさ、なんかはずいじゃん。なんかトモヤはさ、別にいいとか言うけどさ、キラリ的になんかそういう場所でなんかトモヤとこういう真面目系の見た目の人と一緒にいるとなんか浮く感じあるから、はずいんだよね。洋服買ってから行こう。うん、どこで？じゃあ伊勢丹で綺麗な洋服買ってから行こう。いや、想像漫画かよ。想像漫画で金持ちの男になんか気になれて、なんかお前プロデュースしてやるよみたいなやつあるけど、それ？美容院も行こう。ほら、それじゃん。そのやつあるじゃん。は？これが渡すっていうあれじゃん。渡す。え、なに、バカにしてたの？そんなわけない。キラリの喋り方バカにしてたの？そんなわけないじゃん。もうキラリ嫌になっちゃった。あ、ごめんごめんごめん。全然、そのバカにしてるとかじゃないよ。あ、じゃあ、バッグ買ってあげる。マンションの一室。いらねえよ、そんなん。キラリこのアパートで満足してんだよ。ここキラリの城なんだよ。ここ以外に城作ってもしょうがねえだろ。てかキラリさ、腹減ったからさ、なんか買ってきてよ。ああ、じゃあコンビニとかある近く。うん。メロンパンとイチゴ牛乳と、なんかサラダチキン的な。サラダチキンのスモーク。オッケーオッケーオッケー。え、コンビニは近くにある？うん、なんかドア出てガチャッとして、で前へずっと進んで、右行って、また右曲がって、あ、ちょ、右、後ろ？右、後ろ？右、後ろ。右、後ろ。マギーシロ？あ、誰そいつ？マギーシロって言ってたよね。マギーシロの看板とかがあるの。誰の看板だよ、それ。いや、あの、マギーシンジの師匠。は？誰？マギー？マギーシンジの師匠、マギーシロ。でっかくなっちゃった。え、下ネタ？知らないんだ。とりあえずさ、買ってきてよ。じゃあ、ちょっと行ってくる。ちょっと待って。え？やっぱちょっと寂しい。かわいい。え、違うよ、別に。寂しいっていうか、ちょっと怖いやつアマプラで見て、それでなんか、一人が怖かっただけ。触んな。キラリちゃんさ、なんで僕と付き合ってくれたの？普通にホスト行くのやめて、で暇してるなってなって、でそのタイミングでなんか昔の友達とかなんかいろんなやつに会って、でなんか結婚するとかなんか妊娠したとかそういう話聞いて、じゃあキラリもそういうなんか普通の恋愛、なんか普通に順序がある恋愛みたいにしてみたいな、みたいな思って。で、そのタイミングでなんか、トメが現れて、付き合ってってとかいいよ、みたいな感じ。誰でもよかったってこと？いや、別に誰でもじゃないよ。なんか、キモくなくて、臭くなくて、で、金とか盗まないやつだったらよかった。結構いると思うけど。なんか普通の恋愛ってしたことなかったから、なんか、あ、こんなんか、みたいな気持ちが正直でかんない。あ、こんな感じなんだ、みたいな。あ、思ったより、
なんか精神の安定とか保たれないんだなみたいな、これはこれだみたいな感じ。僕は初めてキラリちゃんをお店で見た時、ああ天使だなって思った。はぁ、キラリどこが天使なの？羽が生えて見えた。いや、キラリ真っ黒だから。僕にはもう真っ白に見える。いや、女に幻想を抱くなよ、まずだ。キラリちゃんは間違いなく天使。え、何を思って、え、何を思って、え、何を思って。ジャストナウ。なんかさ、内見のやつってさ、そういう感じのさ、文言を書いてあるよね。ジャストドゥイット。意味はまだキラリわかんないけど。だからさ、もう歌舞伎町とかにはこれから行かないでほしい、二度と。まあ、それは正直でわかんないけど、とりあえずは行かないぞ。ジャストドゥイット。ん？これから一緒に大崎で暮らそう。うん、別にいいけど。違う、ここ。ごめん。この辺。本名はキラリじゃなくてマリコ。マリコ。遅くなっちゃった。キラリちゃん。いや遅いんだけど。ごめん。何してたの？あ、ちょっと電車寝過ごしちゃって。あれは？あ、これ頼まれてたやつ。ねえ、リンゴジュースってこれじゃないから。え？これトロピカーナじゃん。え、それ違うの？え、違うから。小祝い？なんだっけ？なんかそれの、ジュースリンゴ？ジュースリンゴ？じゃあ、純粋リンゴ。純粋リンゴ。っていうやつって書いたじゃん。わざわざ純粋リンゴって書いたじゃん。ごめん。買い直してこようか。いや、いい別に。あと、それは大丈夫？トマト缶。うん。え、なんで、キラリが、お家来てって言って、で、30分以上記録にならなかったんですか？あの、山手線で寝ちゃってさ。え？なんで？いや、わかんない。気づいたら、隣の人に、右の腹を殴られて起きてさ。え、どういうこと？なんかすごい大いびきかいて寝てたらしくて。え、じゃあ何、30分以上山手線で寝てたってこと？うん。いや、ありえなくない？え、絶対嘘ついてるんですよ。いや、ほん、遊んでたんですよ。違う、本当にこれは。何、浮気？違う、本当にこれはそうなの、ごめん。仕事忙しいの？ちょっと最近はあんまり寝れてなくてごめん。でも今日日曜日だからさ、いいと思ったんだけど。え、今日も仕事だった？あ、いや、今日は大丈夫。うん、本当に？うん、今日はもう、うん、お休みだから。じゃあ別にいいけど。ごめんね。え、キラリがさ、トマトのさ、パスタ作ってあげたことあったっけ？前にも。いや、まだ。あ、ない？うん。え、ないんだ。え、じゃ、めっちゃラッキーだよ。この感動を、なんか、新鮮な感覚で味わえるってなかなかレアだよ。あ、嬉しい。ありがとう。え、なんだっけ、トマト今何歳だっけ？今、37。じゃあ、37歳にして、真のパスタをするって感じ。え、正直、なんか、イタリアとか行ったことないっけ、キラリ。行ったことないけど、なんか、キラリがイタリア？イタリア人よりイタリア？って感じ。ちゃんがイタリア人ってこと？あ、イタリアの味超えた的な感じはあるよね。え、食べたことないじゃん。食べたことないじゃん。だから、そういう感じでいられるけど、マジでキラリのこのパスタ食べた時に、みんな、え、
マジでタリアンさん、ボーノみたいな言っちゃうから。マジで言っちゃうから。楽しみ、すごい。ありがとう。いや、別に自分で食べたかっただけだから。かわいい、キラリちゃん。で、なんでだ、その、かわいい、かわいいって。かわいいっすか、言わないさん。だって、本当にキラリちゃんかわいい。え、なんでそんな使わせてね。二十歳の女の肌見んの、有料だからね。え、お金かかるの？当たり前さん。じゃあ、いくら？は？20万までだったら、出す。なんでさ、そういうこと言うの？あ、ごめん。冗談。え、トモヤって、キラリの何人？彼氏。彼氏だもんね。彼氏なのにさ、なんでそんなさ、金銭の話出てくんの？今のキラリの引っ掛け問題だからね。あ、ごめん。え、いつまでさ、そんな金の話とかしてんの？彼氏なったんだよね。え、冗談のつもりだったんだけど、ごめん。え、前の仕事もさ、辞めてさ、やっとさ、こうやってさ、何、肩着わかんないけど、普通の生活してんのにさ、いつまでそんなこと言ってくんの？もう、言わない。その、お金の話はしないから。なんか、なえた。あ、ごめん。キラリちゃん。ごめん。え、座れば？いいの？うん。え、足臭い？いや。トメ、足臭い子やだ。あの、昨日と今日の朝、ゴシゴシ洗ってきたから。臭かったら自分でファブってね、後で。いや、近いんだけど、なんでそんな近いの？ごめん。なんかさ、トムヤってさ、いつもさ、キラリの顔見てくるよね。だって、すごい可愛いからさ。うん、可愛いとかさ、別にさ、いいんだけどさ、なんか寝てる時もさ、なんかずーっと見てんじゃん。なんかキラリ一回さ、なんか、パッて目覚めたらさ、こうやって見ててさ、めっちゃ怖かったんだけど。それはだって、可愛いからさ。ねえ、使えって言ってんじゃん。なんでそんな使えの？ごめん。なんか、可愛い可愛いって言うけどさ、普通にさ、トムヤはさ、なんか、釣れそうで、バカで、若い女だったら誰でもよかったんでしょ。いや、そんなことないよ。キラリちゃんじゃないと、ダメだよ。なんか、あんま伝わってこないな。だって、毎日、キラリちゃんのこと考えてるもん。別に、じゃあ、かわいい。埋めて。ごめん。キラリは、別に可愛くない。なんで？キラリちゃんは、世界で一番可愛いよ。なんか、トモヤがいない時に、なんか TikTok 撮って、なんか、普通に踊った、なんかすごいひどいことコメントに書かれた。え？ですぐ赤消して。キラリちゃんにアンチがいるってこと？ちょっと呼んできてよそいつ。呼べねえから。許せない。でも二度と TikTok やらない。もう二度とやらなくていいよ TikTok。 許せない。ちょっと呼んできてそいつ。俺がポンポンにするよ。俺が。何ポンポンって。いや、そのボコボコにするわけにはいかないから。ポンポンって何？ちょっとポンポンポンって。どういうこと？なんかトモヤってさ、稀に面白いこと言うな。稀にって？ごく稀に。いつもは面白くないみたいじゃん。ごく稀に言うよね。いつもは面白くないってこと？あ、てかさ、ごくまれの思い出したんだけどさ、なんか面白いことなんかあって、最近。マギー・スンズってなんかこの前トモヤが言ってたじゃん。なんか知らなかったんだけど、芸人さんマジさんわかんないけど、なんか、その人、YouTube で調べて、ネタ見たの。したらめっちゃ面白くて、めっちゃ笑って、で共有しようと思って、美咲とかにもなんか送ったら、美咲めっちゃ面白いとか言って、でっかくなっちゃった、みたいな。これね。めっちゃ面白かったんだけど。でっかくなっちゃった。
これでしょ。なんかさ、トムヤが誘うのやるときなんかはずが見えんだよね。なんかそういうのってはずらいなくでっかくなっちゃったってやんないと面白くなんないのに、なんかトムヤってめっちゃ恥ずかしそうにやるじゃん。そうかな。なんかもっとさ、何なんかちっちゃくなっちゃったくらいのなんか勢いでやんないといけないことなの。なんかトムヤはでっかくなっちゃったみたいな、わかる？この感じ。ああ、じゃあちっちゃくなっちゃった。まれ、今のまれに見る面白だわ。面白かった。うん、よかった。なんで声変わんだよ。声変わんなよ。なんか今自分の殻を破れた気がする。うーん、よかったね。仕事にも生かせよ。ありがとう。うーん、じゃあ、なんか、作るパスタ。あ、いいの？うん。あ、でもなんかパスタ茹でるのだるいから、トモヤはパスタ茹でて、で、キナリが、なんかソース作るから、分業制ですよ。あ、わかった。うん。じゃあ、茹でてくるね。どうしたの？なんでもない。シュウ。キラリちゃん。キラリちゃん。やばい。あやなって捨てちゃう。今グループラインめっちゃ祭れるんだけど、なんかあやなかけ飛びしたらしくって、で行方不明になって、やばいみたいな感じで祭りになってんの。消えて祭りって村のしきたりとかに反することをしちゃったの。しきたりって何？あ、いや、大丈夫、あやなちゃんは。あ、大丈夫だな。なんかあいつ昔からなんかやるなと思って、あ、かけ飛ぶっていうのはなんか初倉で付き払わないでいなくなったみたいな感じなんだけど、あやなは絶対やると思ってたから、今かみたいな、まずかみたいな感じで、めっちゃ祭り今。なんでそれでお祭りなの？え、盛り上がったらとりあえず祭りって言わない？いや、地元のお祭り以外ではあんまり。え、なんかさ、トモヤって、キラリの17個上じゃん。で、17年経ったら、トモヤみたいになると思ったら、キラリ未来に希望持てないわ、なんか。あ、でも、日本の未来はさ、ウォーウォーイェイイェイだよ。何それ、ギャグ？あ、いや、ほら、モーニング娘。え、モームス好きな？キラリもめっちゃ好き。あ、ほんと？うん。え、キラリは、最近は福村ちゃん。まあ、あんまキラリも詳しくないけど、福村ちゃんめっちゃ好き。え、トムヤ誰推し？や、安田キエちゃん。え？新メンバー？え、トムヤまたジェネレーションギャップ発動した感じ？モーニング娘。出た！やばい！トムヤにはモームス勉強して戻って。で、キラリはツイッターやってっていう感じの図鑑にします。強制的に、今から。じゃあ、ちょっと、勉強しようかな。え、冗談じゃん！なんでキラリの家にのにさ、勝手に行動しようとしたんの？ごめん。てか、トモヤがそんなんするわけないじゃん。コツコツに固定概念、固まりまくった太郎なんだからさ。え、てか最近トモヤの行動謎だよね。何が？だって LINE も、既読すらつかなくなったし、まあ、それ前からそうだけど、なんかより既読つかなくなったし、休みの日もさ、予定あるとか言うじゃん。何の回数も減ったじゃん。いや、別に、特に何か、理由があるわけじゃないよ。え、なんかしてんの？いやいや、本を読んだりとか、あと本を読んだりとか。え、なんかさ、またさ、店行ってんの？え？キラリと付き合ってからそういう店行かなくなったとか言ってたけどさ、本当は行ってんじゃないの？いや、お店にはもう行ってない。キラリと付き合うときに約束したよね。もうそういうことしない。あ、お店には行ってないって。キラリみたいなの他にいっぱいいるんじゃないの？そんなわけないでしょ。結局さ、出会いが出会いだからさ、信用できないんだよね、友達のこと。ちょっと待ってよ、僕はもうキラリちゃんしか見えないよ。だからキラリも別に友達に会えたわけじゃないから、
別に休日だって他にやりたいこといっぱいあるし、またホストくらい行こっかな。ちょ、キラリちゃん、ホストは行かないって約束したじゃん。なんで？なんでトメを見せてんのにさ、キラリは行っちゃいけないの？誤解だって。だから金ちょうだい。20万20万出したらホストは行かない。30万出すから40 50 58。引っ掛けだから言ってんじゃん。彼氏と彼女になったんですよ。なんでさ、金銭の話ばっかりすんの？キラリちゃん、キラリちゃん、あ、ごめん、キラリちゃん。キラリはさ、普通の幸せが欲しいのにさ、なんでトモヤさんのことじゃないの？え、普通の彼氏と彼女でさ、お金の話とか絶対しないじゃん。なのになんでトモヤ金の話ばっかすんの？金出すとかさ、言い出してさ。ごめん。もう、キラリちゃんには、1円も出さないから。それは出してよ！おかしいじゃん！彼氏なのに1円も出さないとか、記念日は出してよ！もうホスト行く。ホスト行く。キラリちゃん、それは。ホスト行く。だって、トモヤが浮気してんだもん。浮気してない。また変な店行ってんでしょ。エロい店行ってんでしょ。実は最近、若者の恋愛とかを勉強してて、LINE はすぐに返さない方がいいっていうのを学んで。そういうこと？本当は、キラリちゃんから来た返事はすぐ返したいんだけど、頑張って既読をつけないというか、こうやって既読つけないで見てっていうのを覚えて。せっかくキラリがさ、面白いスタンプとか送ってんのにさ、それはすぐに反応するよ。すぐ反応したら飽きちゃうでしょ。言ってんじゃん。キラリはもうそういう駆け引きとかしたくないって。なのになんで友達ともそういうことしなきゃいけないの？あ、ごめん。キラリは普通になれた。ねえ。ごめん、キラリちゃん。ごめん。もう、全部の返信、3秒以内に返す。それすげえだろ！なんで3秒以内に返すんだよ。自分の時間大切にするよ。ごめん。あと、マリコだっつってんだろ。そうだよね。本名は、マリコちゃんだもんね。キラ、マリコちゃん。僕は、マリコちゃんのことが、本当に大好きで、もう、マリコちゃんのことになると、どうしたらいいかわかんなくてさ。これからも、迷惑とかかけちゃうかもしれないけど、マリコちゃんが一番大好きなことには、変わりないから。もうこれから LINE 返してね。うん。約束して。約束する。これ。最近キラリがハマってる犬の画像。とりあえず犬のアカウント見よう。キラリはトモヤのこと好きだよ。僕もマリコちゃんのこと大好き。マリコか。キラリが一番マリコに慣れてないんだわ。マッケンユー、イヌ、アイカ、ユズ、ジミー、ジェニファー、トモヤの順番で好き。そんな下なの？うん。調子なんだよ、マジで。なんでマリコの一番になれると思ってんの？マッケンユー超えてから言えや。ごめん。勉強するね。勉強すんなよ。マジキモいんだけど。そんな勉強じゃないから。カレー食べ行く。カレー嫌いだっつったんだろ。調子なんだよ。マッケンユー。ほら、カレー食べ行こう。